こんにちは。素直サイズなおです。お久しぶりです。って何度も言ってますけど、最近。今日は最近編んでいるものを編みながら少しお話をしたいと思います。最近編み上がったのはこちらですかね。 オパールケイトのお茶目な友達シリーズ2の方だと思いますネックウォーマーを編んでたはずなんですけどなんとなく帽子がいいかなと急に思ってしまって136目3号針で編んでたんですけど急に減らし目を ギュギュっとしてぐるーっと絞って帽子にしちゃいましたちょっとねちょっとかぶると後ろに少しだけぼにゃっとなるような感じになると思いますちょっとね試しにかぶっただけで 鏡でちょっと見てみたけど、どんな感じになってるかわからないんですけど、帽子を仕上げて、余った糸でリストウォーマーを、くるりんのリストウォーマーを編みました。編んでいます。手首とか、ちょっとね、上の方にして、寒さしのぎの大好きな ハンドウォーマー、リストウォーマーをたくさん持ってるけど、帽子とお揃いにしたくて編んでいます。1号針52目の作り目で編んでいます。えー、ちょっとね、動画お休み、動画もインスタグラムもお休みしていたんですけど、えっと、 今までのようには再会できないかもしれませんがちょっとねあの頑張って頑張ってというか楽しめる程度に復活させたいなと思っていますでなかなかねあのこう広げる場所がなくてで実家に戻ってきてるんですけど本当にとにかくね自分の 場所がないんですね荷物も全然広げられなくて、えー、と実家を離れて25年間一人暮らしをしていたんですけどあちょっと最初の数年間はねあの結婚して家を出てでその後離婚してへと一人暮らしをしてる。 っていう感じなので、トータルで25年間実家を開けていたので、えっと、実家には私の場所はありませんでした。なのでね、今回戻ってきたところで私の部屋はなく荷物がたくさんあって、本当に洋服すらね、出せないみたいに。 もちろん毛糸ももうだいぶさよならしました。戻ってくる時に。泣く泣くというかもう諦めようみたいな感じで <laughs>。オパール毛糸は持って帰ってきたけど、その他のね、あの糸、100円ショップの糸がほとんどだけど、さよならしてきました。 ちょっとねあの、どなたかに譲るとかっていう余裕がないぐらい慌てて帰ってきたっていう感じなのでうんちょっとね本当にバタバタしすぎちゃって全然今も落ち着いたわけじゃないんですけど <laughs> でも自分の好きなことやらないとねあの ななんかんで戻ってきたんだろうって思っちゃうことがあるので、えーとね、好きなことをして過ごす時間をとにかく作っていこうと思いましたが、えー、と撮影とかはねあの一人の時にやりたいのであのなかなか今までの頻度では動画 しばらく出せないと思うんですけど、うん、と自分のペースでやっていきたいなと思います。あとね今ちょっと急に太陽がね前のお家の屋根に隠れていい感じの曇り具合になったので。 ちょっとね、いい感じになってるのかなと思うんですけど、あの、光の感じがいい場所がお家になくて、で、ちょっと光が入ってくる場所って思うと、このね、ちょっと影がところどころおんかまだらにあるんだけど、お家のメインの置き窓の外側に母がね、 すだれとすだれにこうツタの葉がなんか絡まるみたいな感じで葉っぱがねわわわわわってなんか葉っぱとお花が咲く葉っぱがすだれに張ってるみたいな場所なんですけどそこで撮ってるので風が吹くとねこの影が ふわ,ふわふわって揺れるかもしれないんですがちょっとねご了承くださいもしかしたらあのちょっと眩しくなってきちゃったかな光が安定しなくて前も安定してなかったかもしれないけどライトとかもまだ買えないのでちょっと自然光で実家の光のいいところを探して これから少しずつ動画を撮っていきたいなと思います、えー、なんで急に実家に戻ってきたのかって言うとですねもうま急、あ、にになっちゃったんですけど一昨年かな父がね他界してしまいまして母が一人で実家 住んでいて兄がいるんですけどすぐ近くに住んでるんだけど同じ家には住んでいないのでそれぞれがね兄も家を持っていて母も1人で家実家で一軒家で暮らしていて私があのちょっと他県のアパートで1人暮らししてみたいな。 <laughs> 3人バラバラみたいな風に過ごしていたんですけど母も結構病院通いをする人なのであちこち痛い痛いっていうようなタイプの人なのでちょっとね兄からも「そろそろ帰ってきて」って言われててで母もね「もうもう帰ってきなよ」みたいにもう言われ てててししままっっっちょっと急遽実家の方に帰ってきましたなので本当にねちょっとバタバタと慌てて帰ってきた感じになっちゃったのでご挨拶しなきゃいけない方にもしてないみたいな状態で,で戻ってきたら戻ってきたで。 仕事も探さなきゃいけないしみたいな,なんか本当にねとっても大変な数ヶ月でした。落ち着もうだいぶあの頃に比べたら落ち着いたんだけどまだまだちょっとね落ち着いたとは言い切れない状況ではありますが。 編み物ができるぐらいになったので動画もインスタもまた再開したいなという感じでちょっと今回ねお話動画をちょっと撮っていますえー、うちの Wi-Fi でアップロードができるのか心配なんですけど 短い動画だったら大丈夫かな。ちょっとね、いろいろよくわからないんですが、これからまた少しずつ動画撮っていこうと思っています。ちょっと取り留めのないお話になっているんですけど、この後ね、これも編んでいくんですけど、今母にね、 靴下編みを親戚にあのいろいろ頂いき物したりとかお世話になった親戚の人に靴下をプレゼントしたいから編んでって頼まれていていくつか8月の末ぐらいからか9月の頭ぐらいからか結構ずっと編み続けていて。 トータルで15足ぐらい編んだんですけど、まだ、あの、編んだら編んだだけ欲しいみたいに言われてるので、ちょっとね、あの、やっと編み方も自分なりに理解したっていう編み方があるので、それをね、編むときに動画に撮って、 一緒に編んでくれる方がいたら一緒に編みますかみたいな動画を撮れたらいいかなーってちょっと思っています。なんか皆さんねあの靴下編みの動画も本もとてもたくさん出ているので。 編めるよーっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけど編めるけどちょっとまだこういうところ不安なんだよなぁみたいに思ってる方が一緒に編んでもらって分かったーってなってくれるといいなぁと思います私もねう なかなか自分であこういうことだったんだとかって思うのに何枚も編んでから気づいたりしたのでそういうところもねお話ししたりとかしながら編めるといいのかなと思いますすごく詳しい話はできないかもしれないですけど 私が編んでる編み方で良ければ一緒に編んでくれる方がいるといいなと思います。それで編めるようになったよーってなってくれるともっと嬉しいなーと思うので。やっぱりね、あの靴下編みたいですよね。<laughs> 私も最初は編めなくてもいいや。 思ったたりしてたんだけどだんだんねあのやっぱり靴下が編めるといいなーって思うようになりましたこれからはあのミニミニ靴下とかも編みたいなまた編みたいなーとも思うしクリスマス用にねなんか プレゼントを入れる用の靴下とかも <laughs> あったら楽しいのかなと思ったりそんなにイベントを一生懸命やるタイプじゃないんですけど <laughs> 靴下が編めるとねちょっとそういうことを考えちゃいますよねこんな感じでねこの次からは 靴下編みますかみたいな動画が作れるといいなーと思っています。なのでまたあの喋りながらね一緒に靴下編みましょうっていう動画になると思うのでと、まあのだいぶ間を空けてしまったりハンドウォーマー アームカバーか夏の模様編みアームカバーは本当にあのー、ちょっとしっかりした最後までの動画がちょっと作れなくて本当に申し訳ないと思っています。これからまた何か素敵な作品が考えられたらまた編み方を動画出せるといいんですけど。 ちょっとしばらくはね、新しいものはできないかなと思います。でも、新しいものじゃなくても、編み物自体を楽しんでいるので、ね、あの、これからも一緒に楽しみましょう。ということで、取り留めのないお話になりましたが、今日はここまで。 最後まで見ていただき、ありがとうございます。終わり。